前略、テレビの前の視聴者様、このアニメに出てくる奴らは不良です。だから決してこのアニメの真似はしないでください。アメリカを放浪したついにようやく日本へと帰ってきた。だがよりによってまた修学旅行の日だったとは、気持ち悪い。ついに竹野内が帰ってきた。お前ら後ろ見るなよ、すげえ競争してるぞ。おい、竹野内二人いねえか。ちしょう、せっかく偽物と入れ替わってホッとしてたのに。バレてたの。何、こいつ偽物だったのか。喉まで来てる。こうなったら精神力で4吐くというイメージを頭の中から消し去るしかねえ。気合だ、精神を集中するんだ。忘れろ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 。よし、忘れた。今完全に頭の中から吐くという2文字を消去したぞ。いや、ごめんごめん、俺乗り物苦手でさ。俺の名は北斗武士。将来大衆の豚どもの上に君臨するステップとして修学旅行に参加したのだが、不覚にも乗る電車を間違えた。北斗さん、お茶買ってきましたよ。しかもこのバカも一緒だ。つい僕が当てずっぽうで電車に乗ってしまったばかりに。あのな、わからないことがあればまず人に聞けよ。それが人としての基本だぞ。まあいい、邪魔者がいないこの状況なら落ち着いてクロマティ制圧の策を練ることができる。そうですよ、旅行に浮かれた奴らを出し抜いて全国制覇の野望を語れるなんて、何とも言えない快感ですね。かなり痛い話してるな。どっか行ってくんねえかな。乾杯。修学旅行おめでとう。うるせえ奴らだ。普通なら全員ぶっ転がしてるとこだが、下手に動いたら吐いちまう。一個できた。ぶらり旅、酔いは酔いでも乗り物酔い。いかん、ずらにこと考えてたらますます気持ち悪くなってきた。だが吐くわけにはいかん、ここは我慢だ。吐くという行為は乗り物酔いの人には負けを意味するからだ。よし、負け。このバカどもを始末するのも後回しでいい。早く吐きたい、気が遠くなりそうだ。入ってます。その声は神山。さっきから見かけねえと思ったらこんな藁を張っていたとは、手ごわいやつ。お前は俺の転がすリストに入った。見つかっちまったか。お前誰だっけ。前田だよ。そうそう、前田だ。そろそろトイレも開いただろう。勘弁してよ。やっぱノンアルコール飲みすぎたよ。なんだてめえよ、他のトイレ行け。いや、他のトイレが故障中でさ、みんなここへ来たんだけど、まだ神山が入ってるんだよね。まだ入ってます。てめえ、まだ入ってやがるのか。ああ、すっきりした。あれ、みんな何やってんの。さっさと解けよ。俺が先だ。うるせえぞタコども。俺が先に入るからてめえらそこで待ってろ。なんだと、俺らが先に並んでたんだぞ。お待ちください。なんだてめえ。皆さんは今冷静さを欠いています。その点、今私はすっきりしましたので、とても冷静かつ中立的に物事を判断できます。ここは一つ私に仕切らせていただけないでしょうか。確かに
今ここで喧嘩をしたら一気に出ちまう恐れがある。とりあえず神山に乗っておいた方が無難。なんだかんだ言っても喧嘩最強の竹之内、怠慢なんてことになったら一気に出ちまう恐れがある。ここは神山に乗っておこう。よし、お前に任せる。はい、公平に網だくじです。全員書きましたね。じゃあ行きますよ。僕もどれが当たりかは分からないので全く公平です。分かったからさっさとやれ。僕です。なんでお前が入るんだよ。こんにちは、田中真希子です。元井山口昇です。今日は親戚の結婚式に呼ばれて京都に向かっている。もちろん俺の目的はただ一つ、一人漫才で親戚一同ドッカンドッカン笑いを取ることだ。お呼び出し申し上げます。お客様の中にお医者様はいらっしゃいますでしょうか。いらっしゃいましたら至急第二車両の今度だと、この後お客様の中に電車の運転手の方はいらっしゃいませんかと来る。それじゃ危ねえだろとすかさず突っ込む。これがテレビコントの上等パターン。お客様に申し上げます。お客様の中に力士の方はいらっしゃいますでしょうか。もしいらっしゃいましたら至急第二車両の方までお越しください。相撲取りは聞いたことがねえ。だが俺ぐらいの一流お笑いニストになるとこれぐらい何も驚かん。むしろコント台本ならダメ出ししてるぐらいだ。お客様の中に八百屋さんの方はいらっしゃいますでしょうか。医者、相撲取り、八百屋さん、この3つの設定は何だ。まあいずれにしろ今第二車両はそういう状況であるわけだな。納得納得。な状況あるわけねえだろ。ったく、いくら素人だって何言っても許されることはねえぞ。グリーの女が暴れてるぞ。もっと相撲取りがいないのか。一時だけかおとなしくしろ。お父さん頑張って。俺もまだ普通すぎるな。前略おふくろ様、ようやく社内も平静を取り戻し修学旅行らしくなりました。ですがここに大きな問題が生じてしまいました。まもなく新大阪に到着いたします。とっくに京都を過ぎているということです。あんなこと言わなきゃよかった。京都まであとどのくらいだ。そんなことも知らないんですか。呆れちゃうな。うるせえな。俺らもう寝るから京都着いたら起こせよ。お任せください。やばいよ、うっかり寝ていた僕のせいだ。皆さん起きてください。なんだよ。実はこの電車は大阪まで来てしまいました。なに、まだ大阪だと。はおめえバカじゃねえのか。俺らが降りる駅は京都だろうが。てめえ、大阪と京都の見分けもつかねえのか。やばい、根本的なとこから分かっていない。桁外れだ。皆さんちょっと聞いてください。今日は日本について勉強したいと思います。なんだ。ここがみんなが住んでいる東京です。ここが京都です。でもってこの先に大阪があるんですよ。つまり東京と大阪の間に京都があるんです。神山、図解で説明してくれたのはとても分かりやすくてありがたい。だが俺らもそこまでバカじゃねえ。はい、つまりまだ京都じゃないってことだな。え、あ、そうです。まもなく終点博多に到着いたします。もうこうなったら説明もへったくれもない。皆さんよく聞いてください。この電車は京都には行きません。これ以上この電車に乗っていても京都に着くことは絶対にありえないのです。なんだと、それ本当か。ということは、はい、乗り換えか。京都は遠いな。だが次は快速に乗り換えか。どう言えばいいんだろう。前略おふくろ様、また新幹線に乗ってます。というよりもこの新幹線がどこに向かっているのか分かりません。っていうか新幹線なのかすら分からなくなってきました。京都には金閣寺っていうすげえもんがあるらしい。金閣寺？これは宝くじみてえなもんなのか。そうだ、多分な。え？おいおい、マジかよ。俺が思うに当たった人は金貨がもらえるんだと思う。だから金閣寺なんだ。じゃあまさか金閣寺は。そう、銀貨がもらえる。おお、すっげえな。で、そのくじは俺らみてえな不良にもやらせてもらえるのかよ。それは分からねえな。やっぱ世間は冷てえよな。聞いてるだけでめまいがしてくる会話はその辺にして、すみませんがもうすぐ到着します。なんだよ、もう到着か。じゃあね、降りるか。修学旅行楽しかったな。ってこれ帰りの電車かよ。ま、旅行は楽しかったよな。ああ、そうだな。ま、俺も特に印象に残ったこともねえけどよ。本当にそれでいいのか。ひょっとしたら俺ら
京都に行ってねえんじゃねえか。それを言うなよ。いや、これははっきりさせようぜ。俺たちはいつもそうだ。都合の悪いことは全部うやむやにしちゃう。そうやって世間から笑われてきたんじゃないのか。それ以上自分を責めるのはやめなよ、林田君。神山、旅行に行くという行為は行った人の心の中にこそ残るものなんです。たとえ風景を写真に撮ってもその人の心に残ってなければ行ってないに等しいのです。なるほど。よく思い出してみてください、心に残っている思い出を。ありがとう。俺たちが浅はかだった。旅行に行ったのかどうかこれで自信を持って言えるぜ。分かっていただけましたか。やっぱり行ってないでしょ。積立金返してもらえるのかな。先駆けクロマティ高校、このアニメの場合はアニメコーナーだけでなくアーティストコーナーにも置いてほしいと思っています。俺は竹之内。俺も竹之内。僕乗り物大好きなんです。